今回の企画はブロックが透明になってしまった世界でサバイバル。ドズル社メンバーがやってきた世界ではなんと足元のブロックが透明になっていた。わずかに残っている見えるブロックを頼りにエンドラ討伐を目指す。果たして無事に討伐できるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社を応援しよう。はい、ということで本日の企画なんですけれども、やってまいりました。ブロックが透明になってしまった世界でエンドラ討伐でございまーす。よろしくお願いします。お願いします。すげえ。足元やばいな、これ。足元がスケスケだ、本当に。でもこれさ、逆に見えるブロックもあるんですね、うん、こう下にね。全部が透明じゃないんだね。投資できてるような感じだね。確かに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 。チート企画ってチート企画っぽいです。そう、ね、ある意味ね、ある意味ね。ダイヤモンド見つけようと思えばダイヤモンド見つかるし、ね。要塞ねえかな。確かに確かに見える。見える、見えるかもしれない。見えるかもしれない。ね、近くまで行ったらね。あ、でも段差とか崖とかがあっても、ちょっと分かりづらいんで、足元気をつけながら進めていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。鉄とかがすぐ分かりやすそうでいい。確かに。助かる。鉄もダイヤも。あ、これは怖い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 。早っ。ちょっと待って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 。木がないな。うわ、落ちた。いや、これ、いきなり落ちるからマジで怖い。怖えな、これ。これ復帰するのも大変ですよね、でも。一回落ちるとね、やばい。どこだ、どうやって飲むんだ、どっさんのところに。これ、どこだ、どこだ。見てください、これ。どこだ、土が透明だ、これ。どこだ、手に入れたブロックも透明だから、わかんねえ。手に入れても透明になるから、めっちゃ。ただ、石を壊すと丸石になるから透明じゃない。ああ、それはいいね。あ、なるほど。あ、そういうことか。なるほどね。村発見、村発見、村発見。ナイス、村発見。これも絶対わかりやすいよ、これ。あ、もう、とりあえず村行こう。怖え、これ。わかんない。なんか、東京タワーに、下が見えるガラスのところありますよね。はい、ああ、らしいですね。本当に怖い。あれ怖い。本当に怖い。ボンさん、あれなんですか、高いとこ苦手なんですか。もう怖い怖い、本当に苦手。本当に苦手。今日結構やばくね。確かに。これネザーやばそうですけどね。いや、ネザーやばいでしょ。やばい。いや、マグマと水見えるだけありがたいと思うんだけど、これ。確かに。いや、本当に。見えなかったら終わってた。確かに。ここ掘ったらある気がする。あった。やべえ、やべえことしてんな。X-ray チート使ってる。これやばいこと思いついちゃった。これもやばいこと思いついてた。何、なんだ、何。いや、これ直下掘りしたのわかんないっす。うわ、そうだから塞げるってわけだよ。面帰ってこれないが、すまんな。紹介さないからな。同じことを思う。俺ならわかるから。どこだ。いや、わかんねえ。何をやってる。わかんねえよ、これ。俺どうやってもうそっちまで行ったんだろうな。俺も迷子だからな。まあいいや。ちょっと直下掘りなのいっぱい掘っとこう。いや、怖いこと。やめてやめてやめてよ。なんでよ。何の迷子もわかんねえ。てか逆にさ、このバイオームじゃなかったら普通なんじゃないこれ。あ、そういうことか。メサとかさ、メサとか結構普通じゃないこれ。そうだ、確かに。ああ、見える見えるぞ。ここにマグマだまりが埋まってる。埋めたな。わかるのはバレるのか。ここにマグマだまり埋まってる。俺その穴の下にいるからそれはわかるでしょうよ。上がっとんね今。どこどこ。バレてしもうた。この丸石が飛ぶんです。あ、これか。やったな。やってない、やってないよ。マグマダムやったん。ナイス。これ、うん、シャベル作って道作りながら行けんじゃないですか。え、どういうこと。小道にしてね。あー、小道にね。小道にすれば透明が剥がれるんで。いいね、確かに。道作戦いいな。工夫していこう、いろいろ。ほんとだ、頭いいね。頭いいね。あ、ほんとだ。おうおうおう。なんか見えない壁に立ちふさがれたら。そうなんだよね、急に。なんだこれ、高い。あ、落ちた、落ちた、怖っ。今、心臓キュッキュッキュッってなった。これか、木材。いた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 。いや、これ結構怖いよね、落ちる瞬間。あ、オンディ見えとる。透けとる、透けとる。ここだ。オッケー。落ちたか。
これどっから行く、どっから行く、どっから行ったらいいんだ、これ頑張って、掘っていくか、掘っていくか、掘っていくしかねえ、はい、来た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 、いやー、これ怖いな、マジで、まずいネザーやばいぞ、ネザー、うわー、わー、いや、うわー、いや、うわ、わからなさすぎる、うわー、ダメだ、これもうなんかね、足すくむよ、もう出た瞬間マジ、ボンさんやばいかも、出た瞬間、本当にね、どっち進んでいいかわかんない、これうわー、これ、やばわかんない、よくあるさ、やべえこれ、そう、値段代わりに何もないブロックない時のやつみたいな、うひょー、この下、この下だよね、俺くんね、でもやばい、この下っすよね、黒曜石のとこ、寝てお越しください、行ってみよう、レッツゴー、レッツゴー、まあ余裕でしょ、ここなんだ、ここブロックなんかあれなんだ、透明な、透明なブロックある、あー、ドズルさんだこれ、お越しくださいじゃないで、やられたやられた、やられた、土はおかしい、土はおかしい、起きましたね。いや、やば。これやばいよ。なんじゃこりゃ。みんな気をつけて。足元 TNT で破壊された景色と似とるな。これ単純に秒額より5チャンクだから、ね、結構歩き回らんと見つからん。そうね。見えない。頑張ろう。怖いよ。マジで怖いなこれ。やべ。どうした？いや、ワンチャン出口違う場所繋ぎちゃったかもしれないです。ああ、いいよいいよ。全然。もうつけてるし大丈夫よ、わかるし。つけてるし大丈夫大丈夫。無理やり来ちゃったの。違う場所。大丈夫大丈夫。要塞これ見つかるかこれ。怖っ。木がない。うわー、なんもなかったー、オンリーいや、こうなるよな、こうなるな、そうなりますわなっていう、いやこれなんか幹とか破壊して、ブロック壊した、木できんな、これ変なところで寝てしまった、あ、向かい行くわ、じゃあ、あ、それ近い作ってんのか、そういや、正面にさ、オグリンを歩かせることによって、うわー、玄関と、あー、何をするガストよ、見えねえの、やだな、要塞ねえな、上がりすぎた、ね、上がりすぎた、あれか、面のゲート、あ、見えました、あります、あ、要塞発見、おお、ナイス、ナイスなんだけど、頼むになるないや、わあ、ヒュッとするなこれ、なんでこの馬は自分より下で歩いてんだろう馬ってのが怖いね、なんかね、うん、今日ドロップ率がいいです、 5% ある、わ、すごい、いや、めちゃめちゃいい、いい感じ、いや、いやいやいや、もういいか、あ、俺死ぬ死ぬ、また死ぬまた死ぬまた死ぬ、もうな、頼んだよ、頼んだよ、みんな頼んだ、落ちた、何落ちた、初期地点近くの穴に落ちた最悪や、どうしようもないよね、落ちたら、あ、これどうしようもない、私のある、俺ないブロックだと思う、積み、石ちょっと渡せるよ、ああ、これ無理やり鍾乳石に口つけて死ぬしかないこれワイルドスタイルだ、ワイルドスタイル、何これ、謎のアスレチック、あ、アスレチック作らないで、よいしょ、6パール入れときます、そしてネザー、ナイス、要塞に行こう、ナイス、よし、あ、落ちた、途中のもん、あ、掘った、誰か掘ってないですよ、何があったんだろう、掘ってない、飛んでます、一回なんか落とし穴みたいな落ちろ、大変だよ、復帰がこれ本当の落とし穴だ、アイテムない状態の落としから落ちたらマジでやばそう、何これ、どうやって帰んの、俺閉じ込められた洞窟おそらく洞窟に閉じ込められた、俺これ閉じ込められた、マジで何これ、どっちだ、おさん、どの辺ですか、向かい行きますよ、初期地点なんだけど、木を取りに行くと途中で落とされて、もう完全に囲まれてんだけど俺もめーん、今草の道を作りながら、つる橋がないとマジでね、落とし穴落ちた時積む、これ洞窟入っとるな、多分、危ね、怖いよ、見えないの、怖い、落とし穴あった、ナイスナイス、4本ナイス本、あ、いた、ゴーさん、こっち側っす、あー、こっち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 
ここでルートが掘ってあります。助かった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 。明日の木、ああありがてありがてありがて、ああいいルートいいルート。これどいけるんじゃん。あそこも木、あショートカットできる。サンパーナイスサンパーナイスサンパー。ちょっと俺は9本でいっか。9本あれば十分。9本あれば大丈夫。もう十分。ナイスナイス。あと1個で14になります。おお早い。おお早い。おあびっくりしたびっくりしたびっくりした。え？落ちたかと思ったらすぐ地面落ちたかと思ったら。わあこれ。すぐあったすぐあったなんなら。シフトをしながら。これさ一マス降りるのだけでもこう。わかる。びっくりしたわ。すごいさ、今日始まる前にさ、んと思ったことがあってさ、あの、はいはい、うん、キーモード、まあ、切り替えるじゃないですか。はいはいはい。インダーアイのマークはなかったんですよね。え？どういうこと？え？まさか。いやいやいや、インダーアイが無理ゲー、無理ゲーやない。そんなわけない。無理ゲー、無理ゲー、それは。いやー、まあ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 、まあ、深くは考えないようにしますけど。深くは考えないけど。どういうことだ？え？あ、もし、もし本当に透明なら、あの、投げて割れる時のあの紫色の、うん、あれを頼りに、まっすぐ進む。やば。軌道を出てその近辺歩き回るしかない。いや、わかんないです。全然、気のせいかもしれない。気のせいか。15パールあります。15パール、帰りましょう。はい、帰ります。いや、これ、でもパールは見えるしね、ブレイズロッドの別に。今俺は透明なブロックを望遠鏡で見てます。何を表してるか分かったら教えてください。え、どういうこと？え、マジでどういうこと？この一連の行動、一発ギャグっていうよりもとあるものを指し示してます。分かった。はい。見えないものを見ようとしてるのか。正解です。何ですか？天体観測かっつっていうツッコミが正解だったか。あ、そう、あの、はい。かなり難しい。ああ、見えないものを見ようとしてそうそうそう。ちょっとごめんなさい。望遠鏡を覗き込んだ。ちょっと難しかった。うん。失礼しました。ナイストライ、ナイストライ。いいね。さあ、なんでボタン持ってるんですか？よしよしよし。なんかしようとしたけど、思いつかなかった。よしよしよし。当選は一度もお待ちしております。OK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 、分かったわ。よし来たぞ。これ大丈夫？レッツゴー。それ大丈夫大丈夫。それ全然アスレに見えてアスレじゃないから。もうああ違う違う違う、落ちたと思ったんですよ。びっくりした。びっくりした。大丈夫ね。いやもう本当に怖いわこれ。寝てるときいきなりガクってなる。いやそうなるよ。もうそれが怖すぎるんよ。やっちまったと思って入れますね。はーい、はい、ちょっと、まあ、嫌な予感当たってないっていう。作れるのか。あー作れた作れた作れた。よかったよかったよかった。あーよかったよかったよかった。びっくりした。よかったマジで。これ透明だったら相当大変だったよ。よし参ります。はいはい、おはようございます。あー進んでる、よかった。もうちゃんとまっすぐ見える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 って素晴らしい。よいしょ。ああもうよかったよかった。まあ、ただこっちこっち合ってる。警告とかあったら怖えな。こっちでーす、こっちでーす。ちょ水を入れて手持ち入れとこう。水バケツちゃんと右手に持っとこう。怖い。俺ボート持って。あいつ無理でしょ。着地無理だって。あー確かに。無理だ無理だ。どっかわからん。見てなんか水たまに買った。確かに。これは。うわなんだこれ。いやなんだこれ。地下だこれ。多分地下だ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 。地下だ地下だ。水流したぞ。まだだまだだまだだまだ。まだないか。あれ助かる助かる。こうなってるのか。こうなってるのか。わかる。面白い。よし。あれ海っぽくね。川か。なんだ。海っぽい。先が見えねえからわかんねえや。わかんねえ。でも海か。川だ。いや川か。川か。海がいいな。終わった。あ、短い。あ、もう終わり？あ、拾っちゃった。おめえ、ありがてえな。あ、シャベル壊れた。あ、シャベル渡す。はい。あ、すいません、すいません。よいしょ。あ、脳がバグる、これ。この小道を頼りに行かねば。約。逆にちょっと森安心、森安心するもん、なんか。確かに地面の高さがわかるな、うん、なんとなく。うん。
これ木の上から行きません、うん、あーそっちの方がいいかも。お願い。確かに確かに正解だ。おなんか絶対変なとこ入っちゃったこれ今。あいやー怖いなー。どこだここ。ああそれと。ああ意外と落ちた。こっちかこっちか。ありがとう。ありがとう。あ木の上最高じゃね。木の上最高。いつもの光景。え落ちた。いやいや落とされました。はい落とされた。木の上最高だわ。木の上最高。あー楽だな。いや楽だわ。めんどくせえと思ったのに。下怖っ。下怖っすぎ。怖いなこれ。落下死しないんだろうけど落下しそうな高さに。おおおお。坊さん何してですか。俺これで、はい、穴の深さを掘れるっていうのを編み出した。どういうこと？どっか深そうな穴があったら、はい、砂を落とすことで、砂確かに、あのよくコインとかでなんか、そう落ちるまでの深さ分かるやつができるこれで。前からでもそれできるんだ。このゲームモード特有でしょ。お、これは海かもしかして。海だ。海来た。海っぽい。海っぽい。やったー。とうとう海に着いた。やったー。よし。麺、ありがとう。ういおー。来た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 。あ、こんばんは。おー。あー安心感やば。あーいいね。マインクラフト。いいね。これがマインクラフトや。これマイクラだ。これいいな。今日ポータル直通で入りたい。確かに。ああ、そっか、直通はできる。それができるの。石レンガどうなの？X-3。うわ、ジャングルだ。ジャングルか。ジャングルいっぱい木生えてるし。確かに、足元葉っぱ。確かに。草土と言いながらね、ただの雑草も透明だからね。あ、そうか。シダは見えるからいい。よかった、シダが襲ってくる世界じゃなくて。ピンポイントすぎません。お、なんか落ちた。どっかの穴に。かなの穴に落ちた。なんかの穴に。本当にピンポイントの穴に落ちてる。うーん。うぶじゃ。投げるか。今な座標的な。戻った。戻った。じゃあもうこの辺割れた。割れた。見えないか。あ、見えた。あれ見てないわ。え？いやなんか見えそう。あ、見えた見えた見えた。そう。あ、見えた。あった。ボさん。あ、本当あるな。あるあるある、あったあったあった。わかりやすい。あったあったあった。正面です正面の。ちょっと前の下ぐらい。これ嬉しいな。図書館あった。これめっちゃいいなこれ。どこだ、直通直通で直通で見つけて。石レンガが見えます。おい、出て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 2億 8000% も交渉できる。本当か本当か、いてててててて、あぶね、やべ、麺の近くにいるから、これ落ちる、俺も落ちる、やべ。その穴落ちたら死にます、マジで。いや、2×1 の縦穴はもう人が掘る以外ないんですよ。ここが入り口だな。普段より見つけやすいはずなのに。意外と見つからん。なんか見つからん。なんか見つからん。エスポナーのなんか光見えたんやけど。あった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 海の手前まで来てんで大丈夫ですよ。あ、そう。あ、ほんと。ポータルの座標わかります、はい。そこだけ出してもらえれば。ああ。なんか、いろいろ不幸重なっての死でした。俺、盾持ってたはずなんだけど、盾どこ行ったんだ。盾とかは塔。あざっす。ちょ、もうさ、透明の塔とかじゃないですよね。
バカじゃない。バカじゃない。もうそれは。いやいや、まあなんか怪しいなと思って言い方が。違います。違います。違います。ああよかった。あ、優しい。優しい。透明の塔がやばい。透明の塔やばすぎでしょ。何の意味が。ああ丸石タワーが。でっけえでっけえ塔が立ってる。丸石でよかった。お待たせしました。あれ、あ、もう来ちゃった。俺矢印作ったのに。いや、なんか先っぽ太いなと思って。俺矢印作ったのに。くそ、あ、もう画面に死んで帰ってきてほしいな。いや、どうでしょう。そうでしょう。この足元、この足元ね。こっちこっち。はい、ちょっと上だけ蓋しとこう。直下でいきまーす、皆さん。はーい。はい。もう見える。寝ずに入らないようにしてくださいね。いや、でも寝ずに入っちゃってもいいんじゃないですか。確かに。たぶんね。ああ、来た。あの、死んだ身から言わせてもらうと、ちょっとめんどくさかったぞ。ああ、来た。ああ、どうもです。ブロック持ってる人いる ?22。あ、今、掘ってきたもんね。掘ってきた人、先入ってください。あ、俺か。俺キツルハシしか持ってない。行けよ。はい。はい。きまーす。と。レッツゴー。あれ？あ、もう！あー！あー！いけないの、やめて、いけないの。誰だ。行くよ。はい。おー。ええエンドストーンは？これ、どっち？これ、こっちか。橋か。おい、なあ。いやいやいや、土でかけるな、橋を、土で。まずい。土で橋をかけるな、土で。怖え。やばい。これ壁か。え、これやばい、マジで。こっちか。怖いよ。え、これいけんのこれ。やばい。わからん。もう歩く。いけない、いけるっぽい、いける。来たぞ。ここからいけるっぽい。なんかブレスが出ました、ポト。いや、マジ、たまにね。変な感じで穴開いてるから本当に怖い。いや、なんかめちゃくちゃボタンポケットからなんかこぼれてます。なぜかそれ、ボタンがこぼれてる。いや、マジで怖い。これもうなんか今日ちっちゃく見えるんやけど、エンドが。確かに実はこんぐらいの大きさってことやぐらいなんだな、いつも。やーばー、これ透明だからもう本当に終わりだな。水化け着地無理でしょ。だろうね。あ、ブレスが通算。エンドラ見えるよね。炎いっぱい作れる。エンドラ見えます。よし。え？あれ、なんか囲まれてる。助けてくれ。なんかで囲まれとる。上がれねえ。ジャリジャリって言うぞ、これ。おかしい。え、どういうこと？ジャリジャリって言ってます、これ。岩盤が。岩盤はジャリジャリって言わない。これあれだ、ロング岩盤だ。エンドラ来た。土が置かれている、なぜか。土が置かれている。やばい、助けて。やばい、いてくるた。やれ。助け。いてー、わー。なんでジャリジャリって言うんだ。おかしい。誰か土置いたな、これ。質が変わったな。質が変わった。岩盤地形によって変わるって言いますからね。エンドストーンじゃないだけ。やばい。ああ、帰ってこれた。危ねえ。危ねえ。ちょっとあれだな。これ、わあ、ほら、誰だこれ。証拠があるぞ。やってる人がいる。これ証拠がある。証拠があります。何やってんだ。打ち上げられたら俺は。なんか浮いてる。あれ、坊さん、浮いてるように見える。隠れを作った。わかりやすい。あ、出て。来た。ナイス。来い。間に合ってくれ。いいよ。あともう次かな、あと1回かな。ラスト1回。
ナイスー。いやー、ほんとにこれ恐ろしい世界だな。恐ろしい世界だ。ドドルさん何してんすか。空中を歩きたいなと。そんな小学生の夢みたいなことありません。空中歩きたい。人の夢を笑うのか。空中歩きたいな、確かにね。あ、来た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 。いやさっきから人を2マスの穴に閉じ込めようとしてるのに1人も落ちてくんね。怖すぎる。怖すぎるやついるな。やめて、罠罠つくな。ナイス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 はい、ということで、今回のこちら、透明なブロックがある世界で、エンドル討伐、無事、エンドル討伐、成功でございまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ワールドとしてはね、いつもと同じはずなんですけど、見えないってだけでかなり、なんか難しかったですね。はい、いろいろね、やっていったわけなんですけれども、また、こういったエンドル討伐もやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしまーす。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。